YouTube を見てイベントに予約した方限定で ES フィードバックキャンペーンを実施しています難関企業を突破しやすくなる ES の書き方スカウトがもらいやすくなる ES の書き方を私が指導します参加には出会い場就活支援サービスの会員登録と出会い場マイページでのイベントの予約この2つが必要になります詳細は概要欄からご確認いただければと思います期間限定で定員になり次第終了させていただきますぜひこの機会にご参加くださいこんにちは出会い場就活チャンネルのしびずで,ですさあどう回答するのが正解でしょう就活生が困った質問 実際にですね、まあ面接が始まってますよね。そうするとですね、皆さんからするとですね、いや、こんな質問されたら困っちゃいますよね。どう答えればいいのか。まあいろんな就活生の中からですね、清水さんこれどうやって答えればいいんですかというのをいただいた中で、まあ多く聞かれるやつを今日は選んで答えさせていただきます。困った質問を募集もしてます。 次回の動画でもですね皆さんがですね今年こんなことの質問されたっていうのがあればですねぜひ出してくださいそれをですね我々またいただければ新しいバージョンということで答えさせていただきますさあ今までの中で起きた中で皆さんが困った質問こんなあなたにとって○○とは何ですかこれ結構多いんですね仕事とはあなたにとって仕事とはあなたにとって幸せとはあなたにとって成果とは,あな,と果とはあなたにとって困難とは あなたが考えるこのものの考え方、まあ、これを知ることによってですね企業の人は何を知りたがっているのか言葉の意味を聞くまあ質問っていうのは非常に多いんですよね特に仕事ににに関連すすするる言葉に対する質問は非常に多いんですこれは仕事に対する考え方働き方の考え方を知る上にとても重要なんですね 価値観を問うってことはですね企業とのマッチ度を図る上でとても重要ですこの手の質問は必ずなされるというふうに思って対策をしましょうねそしてこの質問への対策働く意味企業選択の軸を明快に説明できるようにしとくこれがボケてるとですねちゃんと答えられなくなりますね特に自分が望む環境将来どうなりたいか どんな仕事がいいのかはきちっと説明できるように整理しておく必要がありますね。そして嘘をついてはいけません。あまり自分が思ってないことをですね、こうあるべきだって作っちゃうのも危険なんですね。問い詰められて深掘りすると答えられなくなりますからね。合わない、マッチ度が低いと考えてしまいますからね。さあ、その辺をきちっと対策しましょう。さあ、続いて、反対に嫌なことは何ですかこれもですね、自分の得意ものは何だって聞いた後に質問されるんです。ほう、なるほどね。 嫌いな業務は何ですか嫌いな仲間は何ですか嫌いな環境は何ですか特にあなたが自分が好んでいるものを言った後で、じゃあ逆にって切り替えされるんですね。これも必須です。よく聞かれる質問だと用意周到な回答となる場合が多いんで、だから逆にって聞かれちゃうんですね。大体ですね、得意なものはみんな用意してる。 不得意なものを用意してないんですね。やはりこれは自分が得意なものを話したら苦手なことはっていうのを聞かれるってことでやっぱり考えておく必要があるんですね。まあ対応を準備する必要があります。特に嫌い、苦手、ネガティブなものについては必ずですね、用意しておくってことで必要になります。さあ、この姿勢の対策、反対事項を考えていく。長所といえば短所、好きなこと、嫌いなこと、やってみたいこと、やりたくないこと。この辺はですね、必ず聞かれるということでセットで考えておきましょう。そして、 嫌いだとするとですねなぜ嫌いなのか論理的になるほどねって相手が理解できるそしてそのことをどう改善するつもりなんですかこのどう改善するかどうやって対処するのかどうやって克服するのかここが重要なんですねここが答えられないと意味がありませんなぜ企業へ就職すするんですかえー、そんなにそういうのが好きだったらさ別に就職しなくてもいいできるよねとかね それだったら起業すればいいじゃんみたいなそういう質問もあるんだね。なぜ就職するんですかこれもよく聞かれるんですね。さまざま選択肢がある中であなたはなぜ企業で働くことに決めたんですか特にですね、僕はね、新しいことが大好きでゆくゆく,いくいは起業したいと思って、だったら今からやればいいじゃん。これはよく聞かれるんです。ベンチャーでね。そういうのはですね、皆さんも対策を考えておかなきゃいけませんね。特に独立を早期されるようなこと。 事前団体みたいな活動がいいなって思われるような発言をした後にはですね、この質問が結構なされると言われています。さあ、この質問への対策はどうすべきでしょうか目標達成のステップを説明すべきなんですね。最初はこうして、次はこうして、こうして、ゆくゆくはこうしたい。この辺をきちっと埋めれないとですね、答えきれなくなりますね。自身のキャリアプランに対しての一貫性を持った話ができるかどうか、一貫性を持った、一貫性を持った考え方をしているかどうかなんですね。ですから、この時にはですね、 テイクテイクだけじゃなくて企業にどんな部分で貢献できるのかっていうのを考えておく必要がありますさあ他に受けてる企業はどこですかこれも最終局面で必ず聞かれるますね。どのような志望を持っているのかどこがまあ自分たちの会社の競合なのかこの学生にとってか、まあ、こういうことの確認である意味がある一方で学生の就職の軸の確認ということにもなりますね。 そして他者との選考の状況の確認っていう、まあ、いくつかの要素でこの質問が繰り出されます。この質問への対策としてはですね、まず一つ目、就活の軸が明快ですよね。え君脈絡なく受けてるよね。これ危険なんですね。一貫性が保たれてれば OK。一貫性が保たれてないと危ない。嘘は良くないけど、言わなくていい人はわざわざ言わなくてもいいんですよ。いいですか嘘はついちゃいけない。しかし、わざわざ言わなくていいものもある。このことを覚えておいてくださいね。 まあ企業もですね自社とその競合者たちとその相対的な位置学生のレベルを考えながらですねまあいわゆる内定したらこいつ辞退するのかなまあ内定したらこの学生は辞退するのかなっていうこともいわゆる見ながら判断してるってことなんですねですからお互いこの情報の中でどうすべきかって判断がなされるということなんですね。さあ困った質問をどどどどんどんんどん募集してます次回の動画でも解説するんでぜひですね皆さんが今年見さんこれ聞かれて困りました。 っていうのをですね、いただければですね、こういうふうに質問、答えたらよかったんだってことをですね、お話しさせていただきます、次回ね。さあ、この動画が役に立ったら高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 一気に内定できるレベルまで実力アップしたいのであれば、効率よく対策することが不可欠です。ですので、出アい場ではグループディスカッションのレクチャーも含めて、最も効率よく実力を上げる無料の就職対策イベントを実施しています。興味がある方はぜひ参加してみてください。現在全国から申し込みをいただいているので、人気のある日程は締め切らさせていただいている場合があります。なお、人事の方も参加するイベントは先着順で締め切らさせていただいています。週に1回開催する見学会やグループディスカッション練習会は参加の上限はありません。 まずそちらに参加してみてください概要欄にリンクを貼っています最後までご視聴ありがとうございました